ということでね、このボッケラジオのオープニングトークでございます。ボッケ大喜利のお時間でございます。よろしくお願いいたします。さあ、このボッケ大喜利はですね、このボッケラジオの60分番組のオープニングトークの中でやっておりましてですね、今ですね、最高の回答を考えていただいた方、大喜利のね回答を考えていただいた方、申し訳ないんですけどね、このボッケラジオですね、収録番組でございますんでね、ちょっと私岡崎には届きません。なんでね、ツイッターの方でね、前もってお題を出しておりますんで、そちらでお答えいただければなと思っております。もしくは17ライブ、いや17ライブでしたっけ、なんか名前が変わったらしいですけどね、17ライブってずっと岡崎言ってましたけど、なんか9月から2021年9月から17ライブっていうのになったらしいですけど、なんかよくわからないんですけどね、まあ、とりあえずこの17ライブで今日は行きましょうか。配信アプリの17ライブでもやってます。これは配信、生配信で、ボッケラジオの回答を求めているわけでございますけれどもね、ちょっといつこのお題を出すかっていうのを、まあ、特に言ってないので、たまたまタイミングが合えばお答えいただければなと思っております。そんな感じでツイッターもしくは17ライブでご参加いただければなと思っております。はい、なんでラジオ聞いてる方はね、ツイッターで前もってお題が出てますね、そちらチェックいただければなと思っております。ということでね、このボッケ大喜利なんですけれどもね、回答いただいた方に対してね、こんな感じでボッケ、はい、ボッケボッケボッケ、これ2ボッケでございます。ボッケボッケボッケ、これ3ボッケでございます。こんな感じでね、ボッケの数を競い合うというのをやってますんでね、ボボボッケボボボッケ、はい、こんな感じで、ぜひともね、私のね、偏見で選んでおりますんでね、私がこれはと思ったものにボッケをなんかたくさんつけたりしますんで、ちょっとこれで MVP、 月間 MVP を取った方にはプレゼントをお送りしてますんで、ぜひともご参加よろしくお願いします。もしくはランダムで参加されている方に、ランダムで月に、1ヶ月に1名お選びさせていただいてプレゼントをお送りさせていただいております。それでは今週のお題はこちら、さつまいも、あ、間違えた、これ誰でもって書いてるわさつまいもまあいいよこれで。さつまいも誰も知らない秘密とは、はい、お題がね、間違えてさつまいも誰でも知らない秘密とはと書いてしまってましたけれども、正確にはさつまいも誰も知らない秘密とはというね、お題でございますんでね、ご参加いただければなと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、ということでいきましょう。17ライブから SY さんの回答でございますね。 SY さん初回答ちゃおうかな、ありがとうございます。それではいきましょう。17ライブ SY さんの回答、さつまいも誰も知らない秘密とは、実はトマトの茎だった。ボッケー、はい、始まる前にね、私がね、プチトマトを育てていてですね今年の2021年の今年のね、まあ、5月6月ぐらいからね、種から育ててて結構大きくなったんですけどね、今現在9月で全く実がなってないっていう話をしてても、トマトの茎で食べちゃおうみたいなことを言ってたんですが、まあ、ラジオ聞いてる方はそれ知らないんで、すいません、一ボッケとさせていただきます。さあ、じゃあいきましょう。ちょっとツイッターの回答いきましょうかね。ツイッターから、ありがとうございます、いつもいただいてます。やばいマルキアさんですね。やばいマルキアさん、ドスケベ坂69さんですね、ありがとうございます。さあ、いきましょう。さつまいも誰も知らない秘密とは、でんぷんを顕微鏡で覗くと、見るな芋姉ちゃんの文字が。ボッケー、ありがとうございますね。え、顕微鏡で見ると文字が書いてあるんですね。しかも見てる人は女性なんですね。はい、ありがとうございます。さあ、イチャンライブからみえさんの回答いただきました、ありがとうございます。さつまいも誰も知らない秘密とは、薩摩藩の芋。ありがとうございます。確かに薩摩藩のあの地域から生まれたんですよね、さつまいもって。だからさつまいもって言うんですよね。
薩摩から生まれてるから、だから薩摩藩の芋って、まあ、別に正解すいません、なんかこんなこと言って、正解っちゃ正解というか、まんまっちゃまんまってことですよね、おそらくね。ありがとうございます。ではツイッターからいただきました、コウジさんの回答でございます。ツイッターからコウジさんの回答、さつまいも誰も知らない秘密とは、パカッと割ったら中から玉が出てきて腰を振るのです。あ、ちゃう、これパカッと割ったら中から玉が出てきて腰を振るのです。ボボボッケボボボッケ、ありがとうございます。ツーボケでございます。あれやね、サザエさんのあれですわ、サザエさんの始まりの曲、終わりの曲、始まりやね、オープニングテーマでみんなでパカッとフルーツとか野菜とかを割って、なんかこうやってくねくね腰を振りますよね、あれですよね。あれ季節によって野菜とかフルーツ変わるんですよね、確かね。さあ行きましょう。タマの発音が危ない間違えましたね、はい、タマとタマでは全然意味合いが変わるんでね、失礼いたしました。さあ行きましょう、どうでしょう。はい、じゃあ一番ライブからミエさんの回答、さつまいも誰も知らない秘密とは、コロナに効く速効成分が入ってる。ボッケボッケ、いや実際調べたらめちゃめちゃ研究したら入ってるかもしれん、入ってるかもしれんけど、入ってませんからね、今のところ入ってるっていう研究結果出てませんので、ラジオ聞いてる方、誤解のないようによろしくお願いいたします。はい、じゃあツイッターからプッチョアーンさん、いつもご回答ありがとうございます。プッチョアーンさんの回答でございます。プッチョアーンさんの回答、さつまいも誰も知らない秘密とは、スイートポテトはナウシカのオウムをモチーフに作られた。ボッケー、そんなことございません。いや、オウム以前にスイートポテトあったでしょ、多分分からんけど、スイートポテトのね、あのできた時代がわからないんですけど、昔からあるっぽいよね、あれね。じゃあ行きましょう、17ライブみえさんの回答、はい、さつまいも誰も知らない秘密と、実は芋の形をした芋です。ということ、芋の形をした芋です意味がわかりません、ありがとうございます。芋の形をした芋、またプッチョアンさん、ツイッターからプッチョアンさんありがとうございます。行きましょう、さつまいも誰も知らない秘密とは、ドイツの自動車メーカーが紅芋タルトというお菓子を作っている、嘘すぎる。ボッケボッケボッケ、なわけない、なんでドイツでね紅芋タルト作ってるんだ。紅芋タルトってどこ、沖縄か、紅芋イコール沖縄っていうイメージが、そうですね、あの沖縄からね応援してくれてる方がね、送ってくれましたね、紅芋タルト。だから沖縄です、沖縄、はい、岡崎沖縄行ったことないんでね、その本場の紅芋タルトをね、紅芋タルト食べたことないんですけど、送ってもらったことはありましたが、そういえば、はい、行きましょう、一段ライブからハーチさんの回答、さつまいも誰も知らない秘密とは、お兄さんはじゃがいもだ、兄弟ない、ツーボッケでございます。ありがとうございます。あれ、芋っていうのはもう兄弟なんですかね。でも先祖はつながってるっぽいですよね、芋がついてるあれはね。さあプッチョアンさん、ツイッターからプッチョアンさんありがとうございます。いきましょう、さつまいも誰も知らない秘密とは、さつまいもの正しい発音はさつまいもである。ありがとうございます。さつまいも、さつさんなんですね、さつさん、ありがとうございます。なんか発音はどうなんでしょう、さつまでしょ、さつまと芋で分かれるでしょ、普通に考えたら薩摩藩の薩摩なんでね。はい、行きましょう、17ライブからみえさんの回答、さつまいも誰も知らない秘密とは、芋だと思うなよ、実は俺はグミじゃ、グミ、ツーボッケー、ありがとう。グミなの、なんでグミが出てくるのかちょっとよくわからないんですけど、はい、芋よりグミの方が上なんかな、この言い方やとね、あの芋だと思うなよ、実は俺はグミじゃ、グミの方が上なんかな、
まあ、作るのはグミの方が大変そうですけどね。さあ行きましょう。プッチョアンさんの回答いきます。ツイッターからプッチョアンさんの回答。さつまいも誰も知らない秘密とは、英語圏の人にホッタイもいじんなちゃうな、英語圏の人にホッタイもいじくんなと言うと時間を教えてくれる。これ間違えてない？ホッタイもいじくんなじゃないよね。ホッタイもいじんなじゃない。ワッタイもいじっと、ワッタイもいじっと、ホッタイもいじんな、クーはいらないよね。いじくんな、クーはいらないよね。間違えておりました。はい、ツーボケかな、ツーボケでございます。プッチョアンさんツーボケでございます。ありがとうございます。誰か英語詳しい方いますか。さあハーチさん、17ライブからハーチさんの回答。さつまいも誰も知らない秘密と、お父さんはさつま揚げだよ。家族パターンですか。ありがとうございます。ツーボケでございます。お父さんはさつま揚げねえ。お、何やったっけ、お兄さんやったっけ、じゃがいも。お兄さんはじゃがいも、芋の方取ってんのに、お父さんはさつまの方取っちゃってんの、どういうシステム合ってる。行きましょう。ツイッターから、あ、またプッチョアンさんいただきました。ありがとうございます。さつまいも誰も知らない秘密とは、小野の妹子の実家はさつまいも屋である。ボッケボッケ、ツーボッケでございます。ありがとうございます。小野の妹子って何、遣唐使とか遣隋使とかよね、確かね。で、小野の妹子って子供の子がつくけど、女性っぽい名前やけど男性なんですよね。実家さつまいも屋なんですか。多分まあ芋関係ない人だとは思うんですけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ17ライブから次、 IHKNET さん、 IHKNET さん、まあこれルパンさんですね。はい、ツイッターからね、 IHKNET さんいただきました。ありがとうございます。さつまいも誰も知らない秘密とは、実は結婚して奥さんですね。惜しい、あ、間違えた、ボケボケ惜しい入れちゃった、惜しい、もう使ってないのに惜しい入れちゃった、失礼しました。結婚してもう奥さん、あ、さつまいもってやっぱ女性なんですかね、どうなんでしょうか、男性なんでしょうか、女性なんでしょうか。はい、一段ライブからみえさんの回答。さつまいも誰も知らない秘密とは、誰や紫に色に、ちょっと待って、誰や紫に色を塗ったのは、洗ったら真っ白になったやん。これなんだ、これどういうことだ。あれか、あの、でんぷんがあるかどうかを調べるなんか液みたいな、中学生ぐらいか小学生ぐらいの時理科の実験でやった気がする、それのことか。ツーボケだ、それのことか。 リトマス紙じゃないわ、なんかあったよね、何あったかな、なんかそんな実験をやった気がする。ホッタイもいじったな、あ、ターはやっぱいるんや、ちゃうな、いじくんな言ってたからね、ホッタイもいじくんなじゃないね、ホッタイもいずいじんなじゃない、どうだろう、どれが正解かわからなくなってきた。行きましょう。大解放さんいただきました。ツイッターの方から大解放さんの回答でございます。ありがとうございます。さつまいも誰も知らない秘密とは、ド M、 ボッケボッケ、はい、ツボケでございます。ド M なんですね、なんかいろいろされたいんですね、まあ、あげられたりね、焼かれたりね、もうね、石に包まれて焼かれたりいろいろされてますからね。はい、行きましょう。みえさん、17からみえさんの回答。さつまいも誰も知らない秘密とは、切るな危険、実は生きてます。野菜は全部ね生きてるんでしょ、あれ冷蔵庫とかに入ってても生きてるんでしょきっと。じゃあ行きましょう。17ライフからハーチさんの回答。さつまいも誰も知らない秘密とは、お母さんはかぼちゃかも、もう芋もついてない。ありがとうございます。かぼちゃかも、かも推測ですよ、推測。そうそう、実験のやつ、あ、さっきのやつ、やっぱ実験のやつやね。さあここでお時間と
なりました。回答いただいてますでしょうか。ツイッターは全部読み上げましたね。あ、タロモノさんいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。さあ、回答いただいてますか。17ライブどうでしょう。終わりです。ありがとうございます。すいません、今来た方すいません。終了でございます、はい、ということでね、今週の大喜利の方は、おトップが2人でございますね。そして3位が1人。 OK、 いきましょう。3位は今週の MVP、 3位の方はですね、ハーチさんでございます。ありがとうございます、ありがとうございます。ボボボッケ、ボボボッケ、ボボボッケ、ありがとうございます。そして同率1位、今週の同率1位はプッチョアンさんとミエさんでございます。ボボボボボッケ、ボボボボボッケ、ボボボボボッケ、ボボ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 ッケ、ありがとうございます。はい、ということでね、今週のボッケ大喜利こんな感じでございます。さて、ちょっとまた回答いただいてるね。ハーチさん、親戚のおじいさんは草屋です。もう全然さつまいもと関係ないおじいさん、臭いもんにされてるおじいさんが。ありがとうございます。ボボボボボッケ。さあ、ということでね、ボッケラジオスタートさせていただきます。それではスタートです。星空、星になったの。